キプロス島は東地中海のシリアアナトリア半島の沿岸にある島。地中海ではシチリア島、サルデーニャ島に次いで3番目に大きな島である。キプロス島の地形図各政治主体による分割支配状況キプロス島には戦死時代から文明があったと考えられている。地中海貿易の中継点として栄え、ペルシャギリシア、ローマなど、 時代ごとの強大な国家の支配下に置かれた。東西ローマ帝国分裂後は東ローマ帝国に属したが、1191年には第3回十字軍に参加したイングランドのリチャード実身の王に占領され、その後テンプル騎士団に譲渡されている。その後エルサレム王国のギード・リュージニャンに売却され、1489年以後はベネツヤ共和国領となり、 1570年から1571年にかけてオスマン帝国に占領された。1878年、オスマン帝国がロシアに敗北を喫したことを機に、統治権はイギリスに移る。当初はオスマン帝国から退釈を受け、イギリスが統治するという形式をとっていたが、1925年にイギリスの直轄統治領になる。第二次世界大戦後は、繁栄テロが、 活発化し、イギリス本国と対立を深めていたが、1960年にキプロスとして独立が承認された。この時にアクロティリオ及び、デケリアが成立した。1974年7月15日に、隣国トルコがトルコ系住民の保護を目的に北部を占領。1983年11月15日に、トルコ占領地がた キプロス・トルコ共和国として独立宣言し、事実上、キプロス共和国の支配下から外れた。1974年のトルコ北部占領時には、国際連合が北部と南部の間にグリーンラインを引き、現在に至る。ありがとうございます。